エンターテインメントの最前線で輝く紫輝くんには、やめぬ101といった大舞台での活躍が溢れています。こんにちは、エンターテインメント愛好者の皆さん。今回は、私たちの注目が一心に浴びるショータイムの魅力に迫ります。瞬間を楽しむことの大切さ、そして特にその中心に輝くのは、あの、大暴れしちゃう紫輝くん、こと平野潮くんです。最近の NHK の舞台、ビートで逃避では、 会場はパプリカの香りに包まれ、全力全身で踊るパフォーマンスが繰り広げられました。しかしながら、舞台裏では緊張するちびっ子たちに、紫輝くんは優雅な笑顔と同じ目線で話しかけていました。彼の優しさが一体感を生み、コミュニティ全体が一つになる瞬間です。紫輝くんの魅力の一つは、その舞台裏での振る舞いにあります。普段の緊張感を感じさせない彼は、 パプリカのように全身でダンスし、楽しい時間を提供しています。エンターテインメントの中で翔くんがいると、笑いがこぼれ出るのは言うまでもありません。他のメンバーが台本通りにダンスに没頭している中、翔くんはその場で動かずに周りを煽り、どこにいても笑いを巻き起こします。彼のプレイを見ると、まさに彼は現在の生活に満足していることを物語っています。SH o くんと神宮寺優太、岸優太も、 一生懸命にプレッシャーを感じながら働いてきた彼らが、紫輝くんと共に楽しい時間を過ごすことができ、ファンにとっては幸せな瞬間なのです。エンターテインメントの最前線で輝く紫輝くんには、やめぬ101といった大舞台での活躍が溢れています。彼の姿勢は単なる期待を超え、観客に新しい形の楽しみを提供しています。他のメンバーが台本通りにダンスに没頭している中、 翔くんはその場で動かずに周りを煽り、観客を巻き込む芸術的な演出を披露しています。しかし、注目すべきは単なるエンターテイナーの笑いではありません。これはまさにコミュニティの側面に焦点を当て、ファン同士が一体感を共有している様子です。紫輝くんの大暴れに、神宮寺雄太がしっかりとリーダーシップを発揮しています。笑いとともに、彼らの絆が深まり、観客も共感の波に乗せられます。 さて、ここで考えてみましょう。エンターテインメントは単なる笑いだけで成り立つものでしょうかそれとも、その裏には個々の夢や努力、そして絆が存在するのでしょうか紫輝くんが夢に向かって大暴れしている中、ファンは一緒に夢を応援し、共に歩む仲間としての役割を果たしているのです。そして、注目すべきは三者対話です。ファン同士のコミュニケーションが、彼らの笑いと結びついていく様子。 紫輝くんの可愛い仕草や、笑顔の裏に隠れた深い意味について、ファン同士が情報交換をし、共感を深めているのです。これこそがエンターテインメントの新しい次元であり、コミュニティの再構築と拡張の一環です。総じて、紫輝くんの舞台は笑い、感動、そして驚きに満ちています。彼の個性的なアプローチは、エンターテインメントの常識を覆し、新しい価値観を提案しています。 彼が舞台に登場するたびに、観客は期待を裏切られずに、むしろ期待を超える新たな体験を味わっているのです。彼の独自のスタイルと笑顔の裏に秘められた思いが、エンターテインメント界に新しい風を吹き込んでいます。